はい、どうもこみです。さて、本日はですね、こちらの GS さんからですね、お届けしていきたいというふうに思います。で、本日見ていきたいのは、まあ、この対戦の結果からなんですけども、とにかくですね、今、タウンホール12以下が空攻め活況っていう感じですね、今 GS さん側見ると。ラバルとドラゴンにものすごいその割合が高くなってるっていうのがあるんですけども、本日はですね、ドラゴンの方にまあ注目していこうかなと思います。まあ、別の動画でスーサイドの話なんかもちょっとさせてもらいましたけども、まあ、やっぱり使い方として簡単なのは、ま、比較的ドラゴンなのかなと、いう気がするのでね、多分多くの方が使ってらっしゃるんじゃないかなと思いますんで、これまでタウンホール13のドラゴン結構多めに、私も動画の中でこう取り上げてきたんですけども、今回は、12、11にですね、こだわって、そこの内容を、合計ですね、5本、ご覧いただきたいというふうに思います。12が2本の11が、3本という感じですね。では早速参りましょう。まずはですね、ニャロメさんですね。の、このドラバットが、まあ、ドラグバットがやばいんですね。またね、呪文のアクセス見てもらうとわかるんですけども、コウモリ8なんですよ。で、フリーズ4なんですが、このフリーズの4も全部これコウモリパートに使っていくので、もう実質ドラゴンには、もう呪文0の状態で行くんですね。ここをヒーローで壊していって、ドラゴンたちをこの面からガーンと当てていく。コウモリは、まあ、この辺りからですね、ぐるっと回すと、まあ、こんなような感じのプランニングになるんですけども、このまずね、ニャロメさんの、広場とうまいのは、援軍をギリギリ釣らないところでキングとアーチャークイーンを、一切り出しに動かしていくんですね。で、対空砲に行くのは多分これは、インフェルノをまあ先に狙うのかもしれないけど、まあ、結果的には最高の形ですね。対空砲に行ってからインフェルノ、さらにエアスイーパーをキングがフィストで壊してくれて、で、その後アーチャークイーンはクロスボウまで追って、完全にこれでドラゴンのルートが出来上がっていってますね。で、残った、この、スーパーガーゴイルに関しては、もうこれドラゴンで処理ができちゃうので、問題ないと。エアスイーパーもドラゴン方面に向いてたやつ、これですね。これを、ババキンが壊してくれたんで、こういう風に向いてましたけども、これももう無効化してますんで、ドラゴンはどん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 まっすぐ進むと。しかもこの限られた目の中を進むので、すべてのドラゴンがほぼほぼ、グランドボディのですね、エナジーサークルというか、の中に入っているというのが、まあ、美味しいところですね。しかしまあよく呪文なくこれで全部突破できるなっていう気がするんですけども、突撃艦をタウンホールに当てていきます。こっちのですね、ポイントを見てみると、ウィズ島が1本と、マルチ IT が1本、さらにこのタウンホールがあるので、このタウンホールをしっかり壊さないと、コウモリたちが全然機能しなくなっちゃうということですね。で、そこをしっかりとドラゴンバルーンで落としていってからコウモリを発動させていって、あったりのコウモリが一気に襲いかかるんですが、もうもはやこれコウモリなくてもいけるんじゃないかっていうぐらい、スーサイドパート、ヒーローパートでのアドバンテージが大きすぎたかもしれないですね。これはまあすげえなーっていう。もう爽快じゃないですか、このコウモリのこのコウモリの大群が止まることなくインフェルノタワーまでガンガン突き進んでいくこの様はもう見ていて気持ちよくなりますよね。という形であとは回収コウモリに任せて全開という格好になります。まあ、今回のこのニャロメさんのアタックのポイントは、そうですね、ヒーローパートで相手の対空砲マルチインフェルノ、さらにエアスイーパーがそれぞれ1本ずつ折れるということと、インフェルノがシングルでなかったっていうのが美味しかったかもしれないですね。やっぱシングルインフェルノがあるとどうしても、そこに対して、ドラゴンが苦戦しちゃうんですけども、まあ、これ、クロスボウに関しても、こう、対地のクロスボウがね、あったりしますし、これは対空かな？これ対地かな？クロスボウがあったりするので、比較的、ドラゴンたちの進行を妨げるものではないですね。対地のクロスボウっていうのは、まあ、そこにあって邪魔なだけですね。で、エアスイーパーとマルチインフェルノ、さらに対空砲1本がヒーローたちで折れて、で、かつ援軍も釣れるので序盤に処理ができますよということで、エアスイーパーがないから、突撃艦もタウンホールに当てられると。で、ここまでまあ回避してしまえば、残ったところっていうのは、まあ、このウィズ島とマルチインフェルノだけですね、範囲攻撃は。なんでそこにフリーズを2枚ずつ当てていくという格好ですね。もしもこれもう1個ウィズ島なんかがあっちゃって、裏からアイスゴーレムでターゲットを取れないとかいうことになっちゃうと少し、この計算が狂ってきちゃうんですけども、今回は、2個しか、コウモリを止めるような施設、タウンホール覗いてなかったので、コウモリの呪文にフリーズ4枚という選択でいったのかなというふうに思います。まあ、当然他の攻め方でもね、いける可能性はあると思うんですけどね、今回のニャロメさんのこのプランニングはすごいですね。
で、プサンのアタックですね。やっぱプサンがですね、GS さんの中ではドラゴンの使い方がめちゃくちゃうまいなというのがありまして、自分の中では。で、マルチインフェルノ、これも3本になってるんで、そこを、ついてドラゴンラッシュをしていきます。で、今回のプサンのドラゴンっていうのは、もうバルーンを少なめにした、もう正味ドラゴンラッシュになりますね。クエイクの呪文とライトニングの呪文を使って、マルチインフェルノタワーと、あとは、対空砲をセットでそれぞれ追っていきます。これが美味しいんですよね。ここでかなりもうアドバンテージが取れちゃってますね、ここ。対空砲とマルチがそれぞれこうなくなっちゃっているので、それで、ドラゴンの進行を妨げる、タウンホール12における、まあ、強力な防衛っていうのは、あと、まあ、アーチャークイーンと援軍とタウンホール、また、あ、安い場は関係ない方向向いてますね、こんな風に向いているので、まあ、そんなに影響としてはないかなっていう、こんな感じですね。ドラゴンの進行からすると全く、まあ、無意味な方向を向いてるかなという感じです。しっかりと、防衛援軍には、ポイズンをかけていって、タウンホールの爆破ダメージをトームで回避していきながら、このプサンの、ドラゴン攻めでうまいのは、まずここ、カットした、ライトニングでカットしたところをしっかりとドラゴンのルート作りに使ってるんですね。こういう風に。こんな感じで。で、さらに、その外周からキングですね。さらにアーチャークイーンを使って、このドラゴンたちの外側をそれぞれカットします。要はキングとクイーンをバラバラに使うっていうのがこのプサン の ドラグあとドラゴンラッシュの、まあ、特徴の一つなのかなと自分を思っているんですけども、まあ、そのおかげでドラゴンたちが終盤こそ、まあ、クイーンがここでやられちゃってだいぶ広がってはいるものの、序盤から中盤にかけてはこの辺かなり団子になってましたよね。団子になってると、当然、たくさん持っていってるレイジの呪文だったりヒールの呪文の効果範囲にまとまって入るので非常に美味しくなるということで、このアタック見てみると、ライトニングの呪文によってインフェルノタワーとあとは、対空砲、これを、ね、それぞれ、セットで折れてしまうという、まあ、非常に美味しい、空攻めに対しては、ね、比較的甘い、防衛になっていたということですね。ここですね。はい、この部分、おっとすいません、よいしょ、おっとっと、なんか間違ってるここですね、あとここなっているので、それをしっかりですねこう折っていったことによって、あと残りのルートっていうのが非常にこう組みやすくなったというところですね。さらに対空に対しても弱くなっているので、ドラゴンの進行がなおさらスムーズに進むと。で、ドラゴンを使うときにあのタウンホール12で注意したいのは、なるべく早めに、タウンホールを落としちゃいたいっていうことです。そこにトームを、ね、まとめて使いたいんですけども、今回で言うとこれ、トームを使うべき、そのタウンホールと、あと防衛援軍、クランジョがすごい近いので、まあ、両方ともトームの中で処理できちゃうっていうのがすごく美味しいですよね。そういう火力が集中しているところがある場合には、しかもそれを序盤にこう叩いておける場合っていうのは、ドラゴンがすごく、使いやすいパターンになるのかなというふうに思います。これ逆側から行っちゃった場合っていうのは、まあ、本目のネロメさんみたいに突撃感を当てる手もあるんですけども、これにエアスイーパーがこう効いちゃってるんで、結構ね、これが多分厄介です。なので、今回のプサンはしっかりとこの、十字方面から行ったということでしょうね。とにかくまあ、多分選んだポイントはここかなというふうに思うんですけども。はい、ということでですね。では早速3本目の方行ってみたいというふうに思います。ここからはタウンホール11ですね。いやー、やっぱ11においてね、ドラゴンが強いのなんのっていうのが、まあ、自分も11から今12に上げて、ドラゴンで苦戦してるんですけども。11だった頃はね、とにかくですね、この、やり方が効きましたね。これ、ライトニング6プラスクエイク3。つまり、ライトニング2のクエイク1で、対空砲が1本折れちゃうんですよね。で、その、ライトニング効果範囲内にエアスイーパーとかがあった場合には、もうなお美味しいんですけども、今回はアチャ島が巻き込めるんで、アチャ島を一緒に壊していってますね。こんな感じで。はい、ライトニングプラスクエイクをどんどんと打って、アチャ島プラス対空砲、これを壊していきます。タンホール重心において対空防衛っていうのは結構ね、対空砲とアチャ島とかは、ね、貴重なんですけども、まとめて壊せるのでかいですね。で、さらにバーバリアンキングとアーチャークイーンが、こっち側ですね、6時側の方をこう削ってくれていってます。削っていってるので、ドラゴンたちは、ここから面で出して一気にこう進めていくという感じになるんですけども、ちゃんとですね、この、富士方面のドラゴンの出し方うまいですね。こんな風に出すと、みんなそれが、この対角線上に集まっていく、ここに集まっていくっていう特徴があるので、それをよくご存知で、まあ、こんな感じですね。すごい綺麗に集まりますね。しかしこれ。めっちゃ綺麗に集まるな。
うまく使ってますね。イーグルの着弾プラスボーエングのところでトームを使ってダメージを回避、さらにこれはヒールを中心部に耐えていこうという感じですね。スーパーガイゴールちょっと痛いんですけども、ヒールで、だいぶやられましたけども、残ったドラゴンをサポートします。でもう一個見逃せないのがここですね。この、4時方面に関して、多分これがもしも対空結構いっぱいあるところだったらまた話は違ったのかもしれないんですけども、ロックボマーが全然楽勝で取っちゃうところなんですよね、これ。要は大砲がいっぱい固まってたんで、ロックボマーが一発でも大砲ゴン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 と壊しながら進んでくれるってもんですから、ドラゴンたちがもう中央部で結構数が削られちゃってるにもかかわらず、ロックボマーの破壊だけで、すごないですか、これ。ここから入ったロックボマーが、ウニ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 ウってここまでいるんですよ。ここまで。で、おまけにまだまだやるぞという感じで、こう、最後のマルチインフィズムにも迫っていくというところですね。これだけ仕事されたらさすがにたまったもんじゃないですよね。はい。で、中から出てきたドラゴンとバルーンが最後の防衛を一気にこう破壊しきって、前回まで持っていくという感じですね。まあ、結構そうは言っても今回ドラゴンが防衛軍と当たるところでだいぶやられてしまったのが痛かったですけども、まあそれでもドラゴン3体残してますので、まあそんなにギリギリのギリというわけではないかなと。結構まあもうちょっと頑張れるぐらいの威力のある全開アタックになったかなと思います。タモル11で言うとやっぱ防衛軍ですよね。レベルマックスのスーパーガーガオリとか出てきちゃうと、まあタモル12のドラゴンと違ってタイマン張った時に結構やられちゃうことがあるので、まあ、そこに関しては、やっぱりですね、タウンホール11の少しその弱さっていうのが、まあ、仕方がないところですね、ユニットレベルの違いが出るとこかなというふうに思います。まあ、その代わり対空砲を、ライトニングにプラスクエイクして折れちゃうっていうのは、まあ、めちゃくちゃでかいですけどね。すごいなっていう、こんな風にやっぱりもう綺麗に決まんないんですけどね、自分がやると。まあでも少しもこういうの見ながらですね、うまい方がどういう考えでやってるのかっていうのも、まあ僕も考えていきたいし、まあそれをこう皆さんに動画の中でこうお伝えできるかなというのが、まあ自分のチャンネルのまあ一つの目標であるんですけども、さらにこれ、プサンですね、見ていきたいというふうに思います。で、今度も、ライトニングプラスクエイクで、行くんですけども、これですね、クエイクとライトニングで相手のマルチインフェルノまで追っていきます。ここもそうですね、マルチインフェルノとこれ、なんだ、対空砲を追っていくと。多分このアーチャーと今巻き込もうと思ったんですが、ちょっとこれは場所が悪くて入らなかったんですね。っていう形で、対空砲2本プラスマルチインフェルノ2本を追っていきました。2本目見てもらったのと同じような感じの状況になってますね。で、今回もプサン式というか、こちらキングが、外周側、走っていくのと、逆方向からクイーンを出していくという感じですね、こういう風に。で、そうすることによってドラゴンの面っていうのを、こんな風に、しっかりとこう固めて進めていくことができるという感じになってます。アーチャークイーンはクロークを使って、ね、さらに相手のアーチャークイーンは処理できないか、外側のテスラとかですね、施設をカットしてきます。このおかげでこれ、ドラゴンたちがすごい綺麗に固まって、レイジーでもヒールの輪の中に入っていってますね。はい、言い間違いが相当すごいですね。気をつけないといけないな。で、エアスイーパーが効いてるんですけども、横からドラゴンがそれを刺していったので、さあ、ここから先はもうエアスイーパー、そんなに影響があるゾーンではないですね。ドラゴンが合計6体プラスグランドボーデンが生き残って、そのまま、あともう対空砲もない終盤をしていくという感じですね。まあ、多分これは自分もよくやってしまうんですけども、ドラゴンたちってあんまり長い距離を歩かせるのは得策じゃないんですね、序盤に。なので、違うな。火力の低いところをノロノロ歩かせるっていうのはあんま得策じゃないなと思います。っていうのは、罠を吸っちゃうからなんですよね。ホーミングもそうだし、赤い爆弾も対空爆弾もそうですけども、それを吸っちゃって終盤高火力になってくると、効果力を突破できなくなってしまう。その、多勢に無勢の格好になってしまうんですけども、今回のプサンみたいに、この上方面って、ここですよね、削っておいたんで、火力が低いじゃないですか。動火力のところで、こっち側がハイなんですね、高いんですよね。で、どっちから攻めるかっていうと、この高い方から攻めていくんですね。こちら側からこういう風に。そうすると、序盤ドラゴンがいっぱい数がいるところに、トームの呪文と、トームの能力とかを使っていくことができるので、
多勢に無勢かつ無敵状態っていうので相手の効果力を突破していきます。で終盤に入ってくると今度マルチインフェルノや対空砲っていうのをもう壊しているので相手の火力も低い、代わりにこちらの、ユニットの数も少ないだけども、そのバランスを見た時に残っているドラゴンの数が一定数その効果力を突破してきたドラゴンたちが、一定数残っているのでそこを押し切れちゃうということですね。これだから間違えてこの老化力の方から行っちゃうとおそらくこれは事故につながってしまうだろうなと、終盤の耐久砲にやられちゃうだろうなという、まあ、風に思います。多分ですけどね。いやこの前ですねポンコツボンクラでそれやったんですよね。僕あのコウモリの呪文でめちゃくちゃ相手の防衛を削ってちょっとこれはやっただろうと思ってたんですけど、なぜかねプランニング時とあのドラゴンを出すところを完全に間違えちゃって、なんかドラゴンが最後あの高火力帯になんだダメージ受けた状態でいっちゃったもんだから全滅したっていう、あれも価値格ぐらいのコウモリの仕事したんですけどね。まあ、もしよかったら2週間ぐらい前かなポンコツのボンクラ見てもらえたらなと思うんですけども、あれ悔しかったですね。何やってんだ俺と思っていや本当に。さて、最後ですね、アキラさんのアタック見ていきましょう。ね、クエイク1のライトニングに、さあこれをどこに使っていくかっていうと、ここですね。相手の耐久砲プラスエアスイーパーが巻き取れちゃうっていうのが非常に美味しいですね。ここに対して打っていって、これを壊していきます。で、そういうことなので、ドラゴンを出す方向っていうのは、まあ、必然的にこっちかなっていう推測ができますよね。で、序盤に相手のですね、防衛援軍を処理しておきます。これ、アイスゴーレムを使ってバーバリアンキングプラスアーチャークイーンで、相手のこれストライカーですね、をしっかり処理しておきます。で、こうすることによってグランドウォーデンがやられたりすることもなくなるということですね。で、キングのフィストアーチャークイーンのクロークまで使い切って、この対空砲が折れちゃうんですね。これが非常に美味しくて、相手の防衛援軍が処理できること、さらには、対空砲をヒーローで1本折れるということ、まあ、その過程でルート作りもできますね。ここまでかな、ここまで折れるんでルート作りもできると。で、あとドラゴンたちをガツンと面で押していくために上方面に関してはロックボーマーですね、ボーマーを当てていきましたね。ここをカットしていく。で束になったドラゴンがゴリゴリとこう面で押していくみたいな、まあ、そんなようなイメージですね。ここから先、中盤に入ってきたところでしっかりと、ヒールを当てていってますね。ドラゴンたちがばらける前にしっかり回復しましょうよという感じです。で、ここからばらけるんですけども、ばらけた後のね、このアキラさんの呪文の付け方がすごい上手かったなというふうに自分思いまして、対空砲があるじゃないですか。こうフリーズで止めるんですね。で、フリーズで止めて、さらにレイジを上側に打っていくんですね。これが上手かったです。多分今レイジを下側にドラゴンがいっぱいいるんで、そっちに自分撃っちゃう可能性が高いなと思ったんですけど、アキラさんむしろ下側のドラゴンは対空砲まで壊したらもう怖い防衛がないので、むしろ上側を加速させてやられる前に、防衛やりきっちゃいましょうということで多分レイジを撃ったんだろうと思います。その結果上側に行ったドラゴンたちが瀕死にというか、まあ、ダメージ受けながらも生き残ってちゃんと防衛殴り続けてるんですよね。今ちょっと一体この束に紛れちゃったんで分かんなかったかもしれないですけども、上側のここにいた2体のドラゴンがしっかり生き残ってグイッとこっちからもグイッとこうねレイジに乗って押し込んでいったっていう、これはやっぱりあのレイジの打ちどころからなる技で、いやー良い判断、すごい判断だなっていう気がしました。でこういうとこに関してはもう正味やり込むしかないかなっていう気がします。あの序盤にある程度プランニングはすると思うんですけども、やっぱり中盤から終盤になるといろんなイレギュラーが生じて多少呪文の使いどころって多分変わってくると思うんです、っていうかまあ変わりますよねでそっから先が多分自分も含めて皆さんうまくいかないところだと思うんですけども、まあそこは同じ戦術をやり込んでまあいろんなパターンを染み込ませるしかないのかなっていう気がしますね。なんでまあ自分の動画の中でお伝えしたいのはどちらかというと、あの今、5本見てもらいましたけども、コウモリを使えるパターンですね。まずコウモリを使えるパターンっていうのは、ドラゴンと組み合わせることができますよっていうのがまあ1本目ですね。まあ詳しい中身はもう1回1本目のですね、アタックの中のまあ喋りとかを聞いてもらえたらと思うんですけども、それ以外は、ライトニングプラスの、ドラゴンっていう形になってました。まあ、効果力の方からドラゴンを出していく。
で、タウンホールとか防衛軍っていうのがやっぱり、タウンホール12、まあ、11も防衛軍はそうですけども強力になってくるので、こういったですね、防衛施設だったりあとは対空砲が残っている方っていうのをなるべく早めに潰していくことによって終盤、ユニットが伸びやすくなるというところですねを忘れずにやっていただけたらいいのかなというふうに、まあ、プランニング面で思っているのがお伝えできれば、まあ、この動画良かったかなというふうに思います。あとはまあ中盤終盤はやり込んで呪文の使いどころをもう肌感覚で覚えていくしかないのかなとこれ言っちゃったら解説動画にならないだろうっていうのもあるかもしれないんですけども、まあ多分そうかなっていう気がしますので、本日の動画の中でですね今申し上げたようなことっていうのが少しでもですねお役に立てましたらぜひ、グッドボタン、チャンネル登録をやっていただけると大変嬉しいです。またですねダンホール11、12、13の動画、これからもどんどん出していきますので今後もぜひぜひご視聴よろしくお願いいたします。というところで、本日の動画、タンホール11、12、GS さんからお届けいたしました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。